始まっちゃいました。はい、大丈夫ですか？分岐分岐大丈夫です。あと 1.6 キロなんで。はい、今朝の6時ぐらいですかね。ちょっと今日は太平洋側じゃなくアジサイ側に向かってます。なんか以前もなんかこんなこと言ったような気がするんですけど、新潟方面にジャパンシーのあ、そういうことか。そうですね、向かっております。千葉は今波があんまりなくて、ここ、まあ、1週間、今週入ってから結構ないんですよね。で、ないので、分岐ですか、もしかして。ないのでちょっとたまに気分転換に朝早く出て行ってみようかなと思い、ミスター尾形カメラマンにお話したところ、ミスター尾形カメラマンも今日は大丈夫だってことで急遽行くことになりました。いつもありがとうございます。とんでもないです。で、今これは小菅ジャンクション、ここからまだあと4時間ぐらいあるんですけど、ちょっとのんびり行ってみようと思います。じゃあ引き続きよろしくお願いします。お願いします。またカメラマンにブーテ交換してもらって下道に降ります。見てください、尾形カメラマン。あ、違う見てください、この外の景色を。あ、どうですか？最高っすね。なんか降ったばっかっすよね、これね。そうですね、もう雪景色が、はい、なかなか綺麗です。あと多分とりあえず30分ぐらいでには着くと思うんですけど、最初の目的地、まあ、ちょっといろいろ見てみて、いろいろ見てみてやってみようと思います。引き続きよろしくお願いします。見に来るところはトンネルくぐってみましょうか。やっぱりちょっと寒いですね。上がってったらどこ行ってもできそうっすね。どこでやるかっすね。そうですね、はい、ちょっとセット待ちの、あ、ペイント、で、またぐらいっすかね。うん、
でもすごいクリーンですね。俺一日今日これだからいいんじゃないですか。うん、お、うねり入ってきてるか。お、お、ワクワク。はいはい。お。あら、全然なんかあれですよね。あ、スプラッシュ。しかも明るいですもんね。うん、じゃあそうしましょう。はい、ちょっとあの2カ所くらい見たんで、3カ所か見たんですけど、これより上行っちゃうと、もう今12時で壺に入っちゃって、ちょっとあれなんで、さっきあのできそうだったところに戻ってやろうかなと思います。以前来た時も入った場所なんですけど、まあなんか以前来た時に波があって、楽しそうなんで、そんな感じで向かいたいと思います。見たポイントの中で、ここで壺に入る前に探しすぎずにここでやろうと思います。これ前来た時も入ったポイントなんですけど、まあ、この間より波があってすごい綺麗で言われてます。人も4人くらい、はい、で今回ちょっと板はカーブサーフェイスオリジナルの、ウーチョフィッシュ、ウーチョフィッシュ5&20とおなじみ74の B ボールズと、まああれだったら H シングル乗ってみようかなと思います。でもなんかショルダーがこうピーって三角波っぽい波なんで、まあ、ツインフィンとかの方がいいのかなと思います。あ、いいタイミング、はい、うん、あの、あ、永井さんです。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。はい、来ました。永井さんいつもここで。そうですね、はい、永井さんあのお店のお客さんにも以前来た時にあのつながりができて、お店のお客さんにもなって、ありがとうございます。ちょっとじゃあとりあえずこの板でやってみようかな。おいっす。行きます。はい。
between thought and expression lies a lifetime. Situations arise because of the weather, and no kinds of love are better than others. Some kinds of love, Margarita told Tom, like a dirty French novel, combines the absurd with the vulgar. And some kinds of love, the possibilities are endless. And for me to miss one would seem to be groundless. What you said, a Margarita hurt Tom, and of course you're a bore, but in that you're not charmless, 'cause a bore is a straight line. ピークがこう初めてこもってきて、その後、バッと上がったりする、はい、結構、本当に見たかのようにすいません、雨の中ありがとうございますありがとうございます仕事もしないですいつの間にかうんちょっとありがとうございましたありがとうございました But which still makes you eye はい、かんちゃんは今日も朝から、かんちゃんマシンガンズは今日も朝からご機嫌です。昨日の夜はかんちゃんマシンガンズがうるさくてママは大変でした。うちはパパと一緒に寝たからいいよね。かわいい、かわいいよ。にゃーにゃー。